流域ものチャンネル。はい、皆さんこんにちは、流域ものチャンネルです。本日は10月の25日です。晴天でございます。こちら関西はですね、雲一つない秋晴れでございます。しかしながら寒くなってきましたよね。いやー、さすがの暑がりのデブッチョの私でも寒くなってきましたので長袖に最近しましたよ。え、遅いですか。私の筋肉が体を守ってくれているのでね、まあ贅肉ですけども、本日も気持ちよく頑張っていきたいと思います。本日はですね、以前ですね、動画でですね、2週間前ぐらいでしたか、痩せ細り病についての動画ですね、実験して検証していきたいという動画を上げていたんですが、ご記憶にありますでしょうか。何をしたらこんなになりますよっていうのをね、言葉だけではなくて実際にですね、やってみてそのメダカさんたちが変わっていった姿が見られればと思い、のメダカも含めて現実的にどうなっていくのかということを今回検証していきました。その結果をですね、ちょっとまあ2週間と早いんですが、10月も終わりに差し掛かってきましたので、間に合わすのならもうギリギリ今かなっていうこともありまして、急遽アップさせていただきました。まあね、せっかく来年の種親のためにとか、せっかくここまで大きくして数が少ない状態でね、なんとかしたいという方には一度見ていただきたいという動画になっております。ぜひご覧くださいませ。それでは行ってまいりましょう。本日も行ってまいりましょう。レッツメダカ。まずはですね、もう一度原因をおさらいしておきましょう。まあ、考えることとして、一つ目は水質の悪化による細菌の侵入で痩せ細る。二つ目は日光不足による紫外線や可視光線っていう、まあ、光もあるんですけど、照射不足が引き起こす栄養の消化不良とかね、吸収不足による痩せ細りとかね。それと三つ目なんですけど、過密飼育から発生した相性の悪さから来る餌取り負けによる栄養失調。そして4つ目にもう単純にですね、水温の低下によるもう餌を食べなくなったという状態で痩せてきたということが考えられると思う。この辺やと思うんですよ。でね、全部ありえるんですけどね、まあありえるんですけど、今回ほんまはね、どれやねんっていうことになりました、私的にですね。っていうのはですね、まあどれやねんっていうだけあって早い話わからんかったというのが本音なんですけど、まあ、時間的にも季節的にもね、これから寒くなっていくっていうことで、もう検証的にも間に合いませんでした。まあ2週間は経ってましたんで、なんとかいけるかなと思って、まあ正直この動画を上げさせてもらってます。まあ、じゃあどうするんよって考えたんですよね。まあもうそれで一番考えた時にこれしかないと思ったのが、もう全部今の4つ言わせてもらった時の原因、これを全部いっぺんに解消するような検証の仕方をしていきたいなという考えのもと、例えば日光不足を防ぐために日の当たるところへ少しずつずらしたり、まあ過密飼育をやめてね、水温低下を防ぐためにですね、夜だけ発泡スチロールに入れて蓋をしたりしてね、まあ朝夕のね水温差をできるだけなくす努力をしました。まあこれならね、メダカさんたちには少なくてもまあ悪くなる方向にはいかないかなと思いましてね、まあ私みたいに種類が少ないねメダカさんたちを飼っているものにとってはね、貴重な子たちですからね。まあ基本的になんでこんなことをしたかっていうと、単純に原因が全部に当てはまっているような要素しかないので、限定的な話をしてね、違うかったら悪いですからね。今回はこれしかないというより、これ全部やという考え方をしました、その原因に関してね。ネットでですね、痩せ細りについて言われていますがね、いろいろと皆さん言っていることがバラバラなので、私もわからないところなので、実際私が検証してみました。まあね、痩せ細るっていう症状自体はね、一つなんで変わらないです。4つの原因すべてでクリアする飼育環境で検証してみました。この詳しい条件としましてですね、まあ、改善目的ということなので、
基本的にまあグリーンウォーターにしております。そしてゾウリムシをちょっと多いめに投入して過密を避けて、できる限りの太陽光照射をしてですね、朝夕は寒いので水温低下を考慮しなくてはなりませんので、発泡スチロールに入れて蓋をすると。この状態でお昼に目いっぱい水温を上げたいので、入れ物容器ですね、容器は透明の容器、半透明の容器を使いました。これで温度が通常の容器よりは上がると判断しました。はい、こちらがですね、その時当時撮らせていただいた飲めだかなんですけど、左が検証する前、右が検証後なんですけど、ちょっと分かりにくいんですけどね。これはよくわかりますよね。これ細くなったメダカがこれだけ太りましたという、完全に同じもの、先のほどのメダカも同じですし、これも同じものを検証しております。これはうちのちょっと頭でっかちの細くなったメダカやったんですけど、これも通常体型に戻っております。結局ですね、まあ、戻すことは戻るんやなということで検証はできたんですが、まあ、やっぱり私の中での疑問はやっぱり原因なんですよね。 できれば原因は追求したいんですけど、もう今年はもうようやりませんという結果になってしまいました。でもね、皆さんもこうして条件を揃えればメダカはまた元へ戻って太くなるということでございます。はい、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこれが良かったなと思われたら、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回に、ありがとうございました。